おはようございます。総会塾の久保です。皆さんはクレジットカードの現金化って知ってますかね。クレジットカードのショッピング枠で商品を買って、その商品をすぐにですね中古屋に下ろして、そして現金をもらうという形で一カードのショッピング枠を現金にするというね、結構お金に困った時に昔から用いられている方法ではあるんですが、問題はですね換金率の低さなんですよ。商品を新品でショッピング枠で購入すると、それが例えばね50万だとして、まあ計算しやすく100万といきましょうか。100万円買いました。それを中古屋に買い取ってもらう時の換金率っていうのは大体 20% から高くても 40% なんですよね。まあですんでクレジットカード枠がショッピング枠が100万あっても現金としてはですね20万とか40万にしかならないんですよ。ものすごい損するわけですよね。で今回紹介するのは換金率が 97.5% 高換金率で現金にできるという方法なんですよ。それはですね、ペイパルを使うんですよ。ペイパルのアカウントを2つ使って、1つにはクレジットカードを紐付ける、1つには銀行口座を紐付ける、ということなんですよね。もうお分かりですよね。こちらで、決済したものを、こちらの方にね、送金するという形になります。もうクレジットカード側のアカウントから、その銀行口座側のアカウントに送金するだけですよね。で、クレジットカードによってロックがかかっていて、10万ずつしか送金できない場合もあるんですけども、1回で50万円送金できるものもあります。それはまあクレジットカードにもよるんですよね。で、送金の手数料が、これは 2.5% なんですよね。ですんで、送金の手数料としては高いんですけども、クレジットカードの換金率としては 97.5% になるという形でございます。まあ注意点としてはですね、まあ平日に申請して振り込みまでが3日ぐらいかかるってことなのかなと思います。まあ悪用をね、しないように、頭の隅に入れていっていただければと思います。それでは以上です。ちなみになんですけども、これが J ウォーターのホームページですね。J ファミリーから提供されています。これまあ J ウォーターのねデザインは、ペットボトルのデザインは以前のものなんですが、最近は新しくなってね、例の形になってますね。これちょっとクリックしてみましょうか。バナジウムプラズマ解離水だそうですよ。で、バナジウムが150なんとかって書いてますね。これは すごいことなんですかね。高濃度って書いてますけども、で下の方にずらしてみると、なんか凝ったホームページですね。これは、まあ、水がね綺麗に表現されています。 J ウォータープレミアムということです。これがね 500ml 24本入り9600円。うわーすごいですね。9600円を24で割るといくらになるかというと1本400円ということでございます。ですので398円で売っているのはちょっと2円お得という、ね、ことにもなっていますね。あと細かい説明はここにありますけども、バナジウム天然ミネラル、そして天然水をさらにプラズマ解離しているよってこと、水素を多く含む解離水でございまして、貴重な品質の富士山なんですか、富士山6天然水ですかということになってますね。メイドインジャパン製品特徴出てますね。解離水ってのは何なのかってところをクリックできます。はい、これですね。プラズマ解離水、水そのものから素粒子レベルに解離させるという技術、水素が水に溶け込んでいるということで、水素水ってのが以前流行りましたよね。あのなんか結構なんか笑われてたような気がするんですけども、水素水どうだったんですかね。私はねちょっと接点がなかったんで、採用することがなかったんですけども、富士山霊天然水、なんか綺麗な水なんでしょうねきっとね。だから水素水もこうやって見直されていくってことなんでしょうねきっとね。はい、下の方行ってみますとお客様の声が入っております。これお客様の声なのかな。シルバー世代だから良い飲料水よっていうのが右側にありますけども、60歳を過ぎると体の水分が若い時よりも少なくなるからこそ良い水を体に取り入れることが大切だと感じました。友人とよく出かける大好きな山登りにも必ず持っていきます。とても調子がいいですと。やっぱりね、水とともにこの方はしっかり運動されてますね。だから水で全てが解決できるわけではないんですけども、生活習慣に合わせたお水を使う、まさに解離水っていうのはね、生活習慣に合ったお水と言えるんではないかなというところですね。で、左側もついでに読んでおきましょうか。口に入れるものとして水を J ウォータープレミアムに変えたのはもちろん、腸内フローラの働きを良くするためにバランスの取れた食事を心がけるようにしました。子供から夫まで外出時に持っていけるのでとても重宝しているということで、この方も水で全てを解決というよりも、まあ、水ももちろん大切にするんだけども、バランスの取れた食事をしようっていうふうにね、心がけが変わったということで、やっぱり水にも起因するですね、生活変化っていうのが、生活習慣の変化っていうのがやっぱトータルでプラスに働くってことなんでしょうね。素晴らしいんじゃないですか。オーダーはこちらの方からできるそうです。バナジウムが入ってるということでね、ナトリウムが 19.6 と、ナトリウムっていうのは食塩相当量って書いてますね。
これはちょっと意味がよく分かりません、すいません。でその他マグネシウム、カリウム、カルシウム、シリカ、pH、いろいろと書いてます。うん、よく意味が分かりません、私は。すいません。J ファミリーから販売ということでございます。オフィシャルショップへということでクリックしてみますと、どうなるのかな。オフィシャルショップ行くのかな、なかなか行かないですね。どうなってるでしょう。リンク切れしますね。あ、リンク切れしてなかった。私のクリックが弱かったみたいです。くるくるくるっと回って、サイトが切り替わります。切り替わりません。なんでしょうね。サーバーが重いのかな。どういうことなんでしょうか。あ、そろ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 出てきますよ。サーバーが重いみたいです。あ、J ファミリーが出てきますね。あ、他の商品もいろいろとあるみたいでございます。なるほどね。紙サプライズってなんでしょうね。クリックしてみますと、あ、髪の毛が生えてくる医療機械を自宅に置きましょうみたいな感じですかね。まあ、もしくはこういうサロンを経営するのもいいですね。うん。はい。髪サプライズ。髪の毛がちょっと心もとないなって方はこの機械を持って髪の毛をたくさん生やしてもらってもいいんだよなということですね。プラス J ウォーターも忘れずにということでございます。ちょっと難しそうなんでこの辺にしておきますね。